HD147506 はヘルクレス座に存在する急等星で太陽からは約418光年離れた位置にある暗い光星なので観測には望遠鏡などの機材を必要とするスペクトル型が F 型の太陽と比べてやや高温の星で質量、半径も太陽より少し大きい2019年までに周囲を公転する 太陽系外惑星が一つ発見されている。HD147506 は太陽系から遠く離れているため、正確な距離は求められていなかった。そのためボコスラの2007年の研究では、高性進化モデルに基づいた115プラスマイナス15パーセクという短めの推定値が使用されている。ガイア計画で得られた。 年収試査では128.2%という結果が得られている。HD147506 は太陽より 500K ほど高温でスペクトル型 F8 に分類される。ボコスラが推定した距離に基づくと質量は太陽の1.3倍、半径は1.4倍、高度は3倍前後となる。一方で引っ張るコス衛星が観測した距離を採用すると質量が 太陽の1.4倍、半径は太陽の1.8倍、明るさは5倍程度になる。恒星の金属量は太陽より25%多く、年齢は20億から30億年と若い。高度階級は詳しく分かっていないが、時点速度は F 型の主系列性に対応している。2007年、食検出法による観測を行っていたハットネットが、 太陽系外惑星ハット P-2B の発見を報告した。この惑星は質量が木星の9倍と大きいが、一方で半径は木星より少し小さい。そのため表面重力は地球の20倍以上に達している。惑星と HD147506 の平均距離は 0.07AU しかない。軌道半径の小さい惑星は、 中心性からの超積力によって軌道が円軌道化される場合が多いが、ハット p 2 b は、離心率が0.5以上の大円軌道をとっている。これは外側に存在する別の惑星の影響なのではないかと推測されているが、2009年の時点では、そのような天体は報告されていない。2019年、世界中のすべての国、 または地域に一つの境外惑星系を命名する機械を提供する i a u 1 0 0ムエクセワールズプロジェクトにおいて HD147506 はハンガリーに割り当てられる境外惑星系となったこのプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでハンガリー国内での先行国際天文学連合への提案を経て 太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD147506 はハナー、HD147506B はメイゴアと命名された。これらは1280年代に経済の諮問によって書かれた。 フン族とハンガリー人の業績力を含む中世のハンガリーの年代記に登場する伝説的なキャラクターにちなんでいる。彼らは兄弟で、ハナーはフン族、メイゴアはマジャール人の伝説的な先祖とされる。ありがとうございます。